はいどうもおはようございます。11月18日金曜日朝6時の相場解説です。今日はダイレクトに1時間の方から見ていただきますね。えー、まず第一段階として、こちらの方のレンジに絞りながらトレードしてきたわけなんですけども、そのトレードもですね、だいぶ収束して横ばいになり、ブレイクを迎えるわけなんですよね。そのブレイクってのが、下に行くかなと思ったらそうではなくて上の方に行ってブレイクで突き抜けたわけなんですよ。 で突き抜けたんですけどもでも今ゆるゆるとまたねここに戻ってきちゃってるじゃないですかこれをどう捉えるかなんですよまずは一つなんですけども元々のレンジがありますよね、えー、この赤と赤で囲んだレンジですこの中に戻ってくるケースが考えられます一つ次ここに上底に弾かれて上の方に跳ねてですねでブレイクが本格化するっていう こともあります。これが第二仮説。第三仮説なんですけども、まあ、例えばね、ヒゲを出したヒゲの先っぽ、ここがありますよね。ここら辺まで潜り込んで、で、天井がここ。つまり、新しいレンジを形成するんではないかなっていうふうな懸念です。これが第三仮説ですね。この三つのどれに動いていくのかってことを見ながら、今日は午前中を過ごしていこうと思います。金曜日はね、 あの、カー水木に比べてトレードちょっとややこしいですから、その辺も加味して、なるべく早く手仕まいできるようにしていきましょう。それでは、第1仮説から第3仮説までどれが来るでしょうかはたまたどれも来ないのかもしれません。さあ、見ていきます。